騎士団のさ、うん、メンバー、あの動物に例えると、うん、なんだっけ。動物ね、うん、団長から行こうか。いいよ。猫団長、うん、なぜ。なんか、あの猫、猫好きだよね。猫好きだよ。好きね、団長ね、猫ね。くみちゃんは、くみはもうだってキリンじゃない。普通にでかいから。そうだよね、うん、で、ひかるくん、ひかるちゃんはパンダじゃない。あ、そうだね、パンダ、パンダとか、コアラ、うん、そうね。自分は、いや、言って、じゃあ俺が言うから、うん、なんだろうな、なんだろヘビ、ヘビ、ヘビ、うん、嬉しくないな。俺は、僕はね、アライグマとかやっぱついちゃうな。あ、クマ、クマ、うん、で、アキラは、アキラ、アキラ、アキラ、白馬、白馬とか。ああ、いいね、美しいや、美しいね、確かにね。もし、もしさ、うん、自分がさ、女性だったらさ、うん、誰とお付き合いしたい？誰だろうな。誰だろう。ランマかな。俺もね、マツかな。でも迷うよな。団長とかも面白そうやな。やっぱり気を使わない方がいいと思うんだよね。なんかね、こうお付き合いする人、あ、そう、気使っちゃうよ、そうだな、みんな。でも小学校から一緒にいるわけじゃん。ね、だから、あ、あの、そうだな、ね、やっぱそうだな、いいよな。トミーとかでは、が難しいか。いや、まあ、優しいし、うん、いいと思うよ。光くんもいいし。